ロイヤルウースターのボーンチャイナの皿1882年の製品ロイヤルウースターはイギリスの陶磁器メーカー。1751年、ウィリアム・デビスが経営者となり、科学者かつ医師のジョン・ウォール博士が技術面の指導をし、15人の株式出資者によってイングランド・西ミッドランズ地域のウースター市にウースター磁器会社として創業された。百五十二年、 ソープストーンを素地に混ぜて、軟質磁器を作ったブリストル工房を合併する。ソープストーン磁器ペーストは、非常に薄く処理することができるので、食器用に大変適しており、事業の拡大に貢献した。以後、釉薬の上にエナメルカラーの絵付けを施す高度な技術や、銅板が転写法の技法により大量生産を可能にした。こうして、高品質と生産性を両立させ、 1789年にジョージ三世より英国の当時機会で初のロイヤルの称号を得る。以後、現在までロイヤルの称号を途切れることなく受け続けている唯一の釜で現存する英国最古の名誉である。1800年頃にはボーンチャイナの生産にも成功する。1810年にグレンジャー社を買収し、同社が保有していた東洋的な清流のデザインも、 承継した。代表作、ペインテッドフルーツは、ブースター最高の工芸品である。フリーハンドによる絵付けと調整を6回繰り返す。さらに特殊技法で施す22金を11時間も、かけ、研磨し輝きを引き出す工程は、歴史と伝統の技である。ありがとうございます。